悩みたい人は悩み抜いて、夢から覚めたい人は目覚めよう。 Oh my god! この意味、今日さらに詳しく説明しちゃうぜ。エスキョーチャンネルご覧の皆さん、ヨッピー高ピー吉川隆博、スピリチュアルカウンセラー高次元調律インテグレーションマスターでございます。まあ、お伝えしている通りなんですけどもね、さらにね、目覚めがどんどん深まっていってる人が増えてきてるんじゃないかなっていう風な実感があってね。なぜかって言ったら、僕自身がね、さらにこう目覚めていってるからなんですけども。で、僕はですね、私事になりますけども、なんかかしこまったね、ちょっと言い方になったんで、ちょっと顔作ってみたんだけど、その説明いらないですよね。2016年の3月の7日に、まあ2日間ね、まあ目がね、覚めた。要するにまあ、夢からこう、ちょっとこう覚めたような状態。2日間だけね、まあ真理を垣間見るというね、悟りの一別の体験をしたわけなんですよね。そしたら、この世界は起こることが自然の現象として、自然の摂理として、宇宙の秩序がただただ起きてるだけで、そこには何の意味付けもない。意味をつけてるのは自分の解釈思考であったっていうことを深く知ったんですけども、でもそれ2016年の3月じゃないですか。結構いい3年もう7ヶ月8ヶ月3年8ヶ月ぐらい経ってるわけですよね。で、まあ、その2日間終わってからは、どん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 また夢の中に戻っていきながらも、その2日間のね、深いやっぱり気づきっていうのが、絶対的な真理っていうのはもう揺るがないものだったんで、まあまた眠ろうとしたけど、やっぱり眠れなくなっちゃったみたいなね。それはそうですよね。まあ起きちゃったわけですからね。で、ただね、それをやっぱり周りにちゃんと伝えようとしても伝わらないし、普段僕らが見てる現実っていうのは本当に夢の世界なんですよね。映画のね、ジョーカーを見てもらえたらと思います。で、あれもその人の中が映し出されるんですよ、ある意味ね。どれが現実でどれが夢なのかみたいな、はたまた全部夢なのかと、真実はどこにあるんだとかね。うん、まあ僕の解釈では、そのね、映画館の座席に座ってただ見てる方が本当の自分ですよっていうことを実感させてくれる映画だなと思ったんですよ。中に入ってさまよってね、考え抜いてどれが正しいのか間違ってるのかっていう世界に入ったら、もう迷宮入り。うん、愛は迷宮入り。あ、昔僕お笑いコンビね、ラブリンスっていう、ひらがなでラブリンスっていうコンビ名つけてたんですよ。愛は迷宮入りっていうね、愛を探しても見つからないみたいな。もうその頃からなんか僕こういう仕事してるね、こういう仕事をしようとしてたのが決まってたような解釈もね、できるし、まあ実際は関係ないんですけどもね、それも僕の思考がただ解釈をつけてるだけなんで、過去と今を結びつけてね。で、覚えてない記憶とかもあるからね、それが後々思い出されていったらまた違う解釈に変わっていくわけだからね。その解釈が変わるのが、まあパラレルワールドがワープするっていう言い方をするんですけども、で、最近もね、僕に届くメッセージは、もう夢なんだから、目覚めてそのまま発信してけやみたいなことなんですよ。で、この間僕全部人のせいにしようキャンペーンをシェアして、僕自身が涙涙の解放を行ったじゃないですか。やっぱ一人になる寂しさっていうのをもう味わいたくないと思ってて、まさか否定してるなんて気づくまでは思ってなかったんですけど、ね、自由になる恐怖っていうのはあるよって人にシェアをしながら、まさかそんな形でこう潜んでるとは思いもよらなかったわけなんですよ。で、解放してみたところ、もうその寂しさっていうのをこう拒否しなくなった、否定しなくなったから、僕の中から解放されていったんですよね。拒否してる時っていうのは、それを無意識に意識してるから、自分の中に固くなに握りしめてる状態なんですよ。それを手放せる状態になったっていうことなんですよね。受け入れたことで、自分の中にあったってことが 見れたことで、なんだっていう感じで手放したっていうことなんですよ。わかります？これなんですよ、受け入れと手放しのワンセットね。ちょっとポーズ今遅れちゃったけど、で、まあ、結局それが起きたために、僕はやっぱり今までこう足並みを揃えて一人ぼっちになるの嫌だから、真理をこう垣間見てもなんか積極的に発信できなかった。でもそれはいろんな要素がありますよ。僕の人生のストーリーの中で、下の方のチャクラがなかなか開かなくてとか、第三の目をね、なかなか開こうとしなかったりとか、やっぱり一人になるの嫌だから
あの正直に素直に生きるっていうところがまだまだできてなかったんですけど、これからはもうぶっ放していこうっていうふうに、そんなことがね、そんな気持ちがご縁によって起きてしまったのでね、もうそれをどん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 ストレートに、目覚めのタイミングを迎えた人にはお伝えしていきます。で、この動画はもうそのタイミングの人たちにしか発信をしていないんで、悩みたい方はまだまだ夢の中で楽しみたいんですよ、ある意味ね、その夢の世界を。で、それっていうのは悩みの世界、苦しみの世界なんですよね。ブッダが言ったように一切皆苦の世界なんですよ、ね、で、そこから抜けると悩みなくなっちゃうんで、悩めなくなっちゃうわけなんですよね、ある意味ね。で、僕は今でももちろん悩んだりとかすること全くないわけじゃないけど、悩み出したらまたこう思考がぐるぐる回ってるんだなっていう解釈がすぐにできるから、何も考えずに水野さんのとこ行ったりとか、あの天然温泉ね、あの近くにあるんですけど、高炭酸高濃度炭酸泉プラス俯瞰風呂みたいな、ちょっとやばい副交感神経超優位になって心身のリラックスにつながるお風呂の王様のね、お風呂がちょっとリニューアルされて、毎週僕行けるような状況になっちゃったから、引き寄せっつってね、やかましいわっつってね、もう何言ってるか分かんないでしょね。ちょっとこれから今日僕1日セッションですからね、ここから6人ぶっ続けですからね、その前にちょっとこのテンションで大丈夫かなね、まあまあいいわ、あと15分ぐらいだから。で、まあ僕が伝えたいのは、スターシードも何々性出身何々性出身とか、あとは統合ワークされてる人も、なんて言うんですかね、夢の世界の中での話で、目覚めるためにやってってるんですよね、統合ワークって。だから自我としては、目覚めたら自我が、なんて言うんですか、自我が勝手に作ってた夢だったってことに気づいちゃうから、まあその存在自体が消えるじゃないけど、うん、なんかそういうような恐怖というかね。で、それ準備がやっぱり、僕もね、たまたまこの間は動画でちょっとこう解放ワークして泣いちゃったりとかしたけど、あのタイミングだったんですよね、起きることが。そのタイミングで起きただけなんですよ。で、誰のせいでもないし、目覚めようが目覚めまいが誰も悪くないし良くもないっていうのはずっとね、この動画でもお伝えし続けてきたことなんですけど、さらにそれ深まっちゃった感じ的な感じ、うん、ごめんなさい、なんか本当にグダグダだね。まあそんなグダグダもね、笑ってやってください。そういう感じなんですよ、深まっちゃったから。誰のせいでもないし、僕は例えば遠隔戦術を一斉で投げたじゃないですか、結果が出ても出なくても、それが宇宙の采配というか、摂理、ご縁によって起きたことだから、解釈をつけたらいろんな解釈つけれるんだけど、それがね、例えば施術で結果出たらいいとか、結果出なかったら悪いとかっていう、またその善悪の世界で見てたら、また夢の世界にね、引きずり込まれてってしまうわけなんですよ。で、スターシードもそうじゃないですか、何々性出身とかで、今までずっと心細かったから、スターシードっていうキーワードで集まった仲間たちと仲良くなれたら幸せだって思うかもしれないけど、そこは夢の世界であって、苦しみを生み出す世界なんですよね。うん。だから、まあ、僕が言ってるアセンションっていうのは、要するに悟りを開くっていうことなんでね、目を覚ますっていうことなんで、目の前にある思考が解釈をつけてる世界は夢で、今っていうのはその過去未来、今の現在じゃなくて、もう捉えられない永遠なる今から、見てる側、見てるものがあなたですよと。だから命の力っていうのも与えられてるんじゃなくて、あなたが生きてるんじゃなくて、命が、あなたは命なんですよ。あなたの命じゃなくて、あなたが命、あなたがハイヤーセルフなんですよ。あなたが、オーマイゴッド。もうその通り、お前は神だってことなんですよ。ね。だから視点が180度変わっちゃうわけですよ。前も言ったけど、老婆と若い女性のね、どっちが見えるみたいなね、絵あるじゃないですか。あれと一緒で、一回気づいたら、もう気づきっぱなしにね、どうしてもなっちゃうんですけど、僕は一人ぼっちになる恐れがあったから、積極的にやっぱり声掛けができなかったけど、これからはそれをもうどん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 ストレートに伝えていくんで、だから悩みたい人はまだ夢の世界だって、夢だってね、面白いわけじゃないですか。僕も最近アーシングシーツのおかげで、毎晩のように夢を見て、どんどん感情解放されて、もうこれの影響も絶対ありますよ。今しかもう生きれなくなっちゃったんですよ。アーシンググッズの2年間の感想を載せてくださってる音楽教室の経営者さんいらっしゃるじゃないですか。まあ、今日もちょっとせっかくだからブログ載せようかな。あの人は別にスピリチュアルとかに傾倒してないのに、2年間アーシンググッズ使いまくったところ、悩めなくなっちゃったの。今しか生きれなくなっちゃったんですよ。それが命の自然な働きなんですよ。だから命に委ねていけば、
宇宙に委ねるとか、ね、流れに身を任せるっていうのは命の力に委ねるってことなんで、それを取り戻していくっていうためには現実こうちゃんと目を開けて真実を見ていかないとそれがね気づけないで、気づきたくないタイミングの人はそれがそれでベストだし、別に本当に言い悪いはこれ全然ないから、だから僕は積極的に目覚めるタイミングの人たちを探してつながっていきたいっていう思いが本当にずっと強かったから、本当に目覚めていくってことですよ、うん、で僕ね今僕のメインガイド前回もちらっとお伝えしたんですけど、マイトレイヤーなんですよ。で僕的にはそれは大天使やっぱりルシフェルなんですよね、うん、で数年前にからそのルッシーっていうね愛称でヨッシールッシーみたいなね感じでコンビを組んでたんですけどね、ブログ上でもすごいフラットな関係で、で今でもねもうルッシーとこうチャネリングをするとめっちゃ近くにいて楽勝だぜしか言ってないんですよ本当に、何これみたいな。でアシュタールもすごくメッセージをくれてて、宇宙連合のね隊長なんで、スターシードたちをその夢から覚めるね宇宙を超えるってことですよ、うん、種たちとつながって目覚めてけっていうねメッセージをもらって、目覚めてけって別に命令系じゃなくて僕の中のアシュタールですからね、それもね、まあ、とにかく今日はその目覚めるっていうのは簡単に言っちゃえば夢から覚めるっていう、あなたの中の幻想のストーリーっていうものを見破っていくっていうことで、その中でまだまだ戦い続けたい、悩み続けたい、苦しみ続けたいっていう人はそれはそれでありなんです。全然だって別に本当にいいも悪いもないんですもんね。ね、目覚めたらだって同じような楽しみ方できないですよ、その苦しむっていうことは不自然だってことを知ってるからね。ただそういう方はぜひぜひ苦しみ抜いて、映画マトリックスのやっぱりその幻想のまず仮想現実の世界で楽しんで、プワーってなんか目覚めちゃうタイミングが来る時は来るんでね、来ない時はその方はまた来世でっていうことで別にいいじゃないですか、一なり命の表現なんだから。でまず聞いてないと思うんですよこの動画を、そういう人たちってもう受け取ってる時点で一つご縁がね起こることが起きてるわけだから、あとはあなたがどうキャッチしていくか、タイミングを迎えていくかってことだけなんでね。僕も2020年3月っていうのは一つの入り口に立つっていうところではすごく大事なポイントだと思ってるんで、積極的に呼びかけていくぜってな感じで、まだ、遠隔施術高次元調理ですね、一斉のやつ受け取ってない方は受け取ってみてください。 LINE アット登録していただくと1回だけね個人向けにも投げることができるんで、命のあなたという命を体感してみてください。あなたという神をね、お前ゴッド体感してみてください。ということで、今日もペラ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 足早に喋りましたけども、これから6人連続でセッション楽しみます。楽しそう？楽しみます。てな感じでまた次回チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。